世田谷公園は東京都世田谷区池尻一丁目にある都市公園である。1965年に東京都から世田谷区に関された後、施設の老朽化に伴う改修にあたって、その構想を一般募集し、それをもとに改修が行われ1974年に完了し、新たに開園した。園内には噴水広場が設置されているほか、ミニ SL が 園内の一部を走行している。また D51-272 が車掌車よ14,740と連結され、プラットフォームに備え付けられている形で生体保存されている。隣接する野球場が近年改修され、サッカー場と兼用できる芝生球技場となった。ライブスチーム型の SL で、 D51-272 と C57-57 の2種類がある。列車名は SL チビクロ号。利用日は水、土日曜日、祝日及び学校休日で雨天、雪天、年末年始は休止。料金は小学生未満は無料、小学生は1回30円、中学生以上は1回70円である。駅舎はバリアフリー設計。 また、毎年秋には、世田谷子供 SL 祭りが開催され、特別記念列車の運行や鉄道模型の展示イベント等が行われている。かつては、石炭で運転されていたが、2004年に、ボイラーの検査期限が切れた時に諸事情により、更新しなかったため、現在は2機ともバッテリー駆動に改造されている。子供の自主性や主体性、 あるいは社会性を育むことを目的に、公園内の禁止事項一切を撤廃した解放区である。区域内においては、子供の好奇心を尊重し、常駐のプレイリーダーや地域のボランティアの指導家において、子供たちが自作した遊具が並び、また、木登りや穴掘り、果ては、日遊びまで可能であるが、それに伴う怪我などは、子供の自己責任を求められる。 1979年に国際児童年記念事業として開設された施設だが、こうした設備は全国的に見ても珍しく、現在でも先進的な試みとして評価されている。ありがとうございます。